荷物のね業者さんが来ましたね、たまに来るんですこのね、あの配送業者さんですね。はい何だっけ何を俺は注文したんだっけか忘れたけど、まあいいや。何の話してましたっけ。よいしょ。お、撮れてるね。ということで、まあカメラね、すいませんけど、あのちょっとお待ちいただければと思います。あれ何をどこまで撮ったんだっけ、あの辺か。何か買いましたね、こういう機械を買いました。その経費は農産物から出すのが筋でしょね。農産物の売り上げから出すからそれが経費になるわけでしょね。野菜を農産物を作って販売してないのに機械買ったりしてるっていうのは、その経費はどっから出てるんですかって話になりません？私は非常に疑問だと思ってますけどそれって本当に本末転倒ですよね。そういうのは私たちね、専業農家から見れば一発で分かりますからね。畑を見ればその人の経営形態、数字、売り上げね、大体はね、ウルトラシーってないんですよ農業っていうのはね。うん、当たり前ですけれども、そういう意味ではね、まあまあ見る人が見れば大体わかるわけですよね。何でもそうですけど、あのプロ野球 OB の落合さんとかね、スイングを見ればどのこうのってわかるわけですよね。で大体非常に的確ですよね。あ、何々選手はおそらくメジャーに行ったら苦労しますよってね、肘の使い方がどうのこうのね、あえて画像で見てるだけでわかるわけじゃないですか。まあ僕らもある意味ね、畑を見させてもらえればだいたいわかりますね。はい、そのやり方ではどうったらこうったら、そのやり方だと数字的にはこの辺かなとかね、当たり前ですけど、30年やってそれがわからないのでは話にならないでしょですから皆さんね、農業のことはやっぱりやってる人に聞いた方がいいです。俺とは言いませんけど、ちゃんとしたさらに俺よりレベルの高いプロっていうのは日本にはゴロゴロいますから。ただね、例えばセット野菜をやりたいんだったらセット野菜やってる人に聞いた方がいいですよ。あるいは探索でね、じゃがいも400ヘクタールやりたいっていうんだったら北海道の農家さんに聞いた方がいいですよね。北海道行ってどうやってやったらいいのかね、トラクター10馬力でいいんですか、いいわけないじゃんじゃあ何馬力が最低必要ですかって北海道の大規模農家さんに聞きに行けばいいわけでしょ。俺に聞くよりも、実際に俺はジャガイモを200ヘクタール作ったことないんですから、大体のことは推察できますけど、実際にそれをやってる必ず先達はいますのでね、全く見たことも聞いたこともないような新しい農産物をね、いやこれからその作るんだっていいんだったらですけど、そんなものはないわけですよね。ありますか。でそれはあなたがどうやって開発してどうやって作るのね。以前ね、プチベールかね、プチベールって皆さん聞いたことあります？名前を出さない方がいいと思いますけど、某種苗会社がね、全て抑えているんです、プチベールっていう野菜をね。つまりプチベールの種というのは一粒もありません日本にはね。全部その某会社が抑えているんです。でからプチベールを作ろうと思ったら苗をその会社から全部買うしかないんです。それ以外の方法はありませんね。これは調べてもらったら分かります、ね、なのでそういうふうにしてプチベールをその会社から買ってね、栽培してやろうという話をね進めようとした人が何年ぐらい前なの、10年ぐらい前なのかな。で私は、あ、そんなのは無理だよってやめた方がいいよってね言ったわけです。もちろんあの素人さんですね。で畑借りてね始めたんですけどね、無理だよって言ってるけど始めちゃうんですよね。若い人は、まだ若い人だったな、建設関係の人だったかな、はい、ちょっとやっぱりリスクを負ってやるわけですけど、まあ多分無理だろうな、だから あんまり広げない方がいいよってね、1年もせずにどっか行っちゃいましたね、はい、そういうもんですね。でそうやって聞いてもらえればね、だからまあこういったあれですけど、手よく苗代だけでね、何十万か何百万使って騙されちゃってるわけですね。もちろんそれはちゃんとしたビジネスですから、売ってるわけですからね、あれですけど、僕だったらそんなことするわけないじゃんねっていうのはね、我々こう私のみならずちゃんとした人に聞いてもらえれば、あ、それはやめた方がいいよってのあるわけでね。
でそれを普通のそういう素人さんたちは普通にやっちゃうわけですよね。そんなに美味しい話は転がってないんですよ。で儲かるんだったら必ず誰かがもう手をかけてるわけですよね。はい、今だったらね最近よく聞くのはあの青ネギですね。はい、皆さんどうですかね。ネギでもう2億3億ザラですけど、まあ正直僕は申し上げてね進めないですね。はい、まあ理由を言ってたら長々となるのであれですけど、今はいいですね。でも農業ってね常にそうなんですけど、これがいいとなると必ず参入するんです。そして価格が下がってきてドンですよね。はい、必ずそうなるんです。農業というのはそういうものは、かつて今までいくつあったでしょう。ブルーベリー、梅ね、ブームが来て生産量をドンと増やす。でも農業ってね、そういうものができるのに 2,3 年タイムラグ、そのうちに市場は冷え込んで投資したものは回収できませんね。ちょっと考えれば分かることなんですけど、だとすればね、どうあなたは営農していくんですか。ブームなんか関係なく必ず売れるもの、毎年のように売れるもの、ちゃんとさばけるもの、それを作るということですね。全然難しくありませんね。はい、よいしょ。一生懸命喋ってますけど、これは取れているんですか。あ、まだ取れているね。何分かすると多分突然切れるのでね、ごめんなさい。こうやって調子よく百姓農園喋ってるけれども、途中で毎回途切れて不愉快だ、ごめんなさいね。はい、そのうち1時間でも2時間でもバッテリーが切れないようなやつをカメラ買おうと思ってますから、ちょっとお待ちください。今農繁期なんでねご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。いいんですよ。いや、そういうことであるならばね、私の方からこう20数万円するカメラをお送りさせていただきます。これお使いください。受け取りますがねいやいや、そんないいんですよ、送らないでください皆さんね、申し訳ないですから。本当にいい人たまにいらっしゃるんでね、非常に高価なものをね送り届けようとする方、とんでもないっていうね。だからいつも言ってるでしょね、モナカモンブラン、モナカモンブラン、たまにショートケーキね、これは十分ですからね。もしね私に訪ねに来るということであれば、今言ったよね、モナカモンブラン、モナカモンブラン、そしてショートケーキで、この法則をしっかり理解した上でね、持参していただければと思います、ね、ですからね、訪ねてくるんだったら、前回訪問された方は何でしたかと、モナカでしたか、モンブランでしたかね、必ずそういった情報もね、私のこの動画の方に上げていきますので、あ、前回訪ねに来られた方はモンブランだったということは、私は今回モナカなんだとね、このモデを覚えていただければね、そしてモナカモンブランのこのパターンがしばらく続いているなということであるならば、じゃあ私はショートケーキで攻めていこうみたいなね、モナカモンブラン、モナカモンブラン、モナカモンブラン、アワーショートケーキ、とうとうおかしく、だから疲れが溜まってるんですよね。疲れが溜まってるからこうなだけであってね、普段はこうじゃないんですよ何かしんどくなってきた何をやってるんだ俺は。真面目にやれと、申し訳ございません本当にね。今日はね、なんかもうちょっとヘロヘロなのでね、頑張って今日は出荷だけやって家に帰ってゆっくりしようかなと思ってるんですけどね。はい、よいしょ。今日は暑くなくて、今日は暑かったら結構しんどかったな。どうですか皆さん、モナカモンブラン、モナカモンブラン、たまにショートケーキっていうこのパターン、王道ではないですかねえ。要求してないですよね、そんなこと言っちゃったら失礼です皆さん方にね。ただそうで、そういうパターンで俺を責めてくると俺は嬉しいかなっていうね、あくまでもこれはお願いでございますね。はい、名前変えようか、うちはね、百姓農園じゃなくてモナカモンブラン&ショートケーキ農園ね。何なんだとこの農園はとね、意味がわからないね。それもまたよしということでね、モナカモンブラン農園、あ、なんか家事でも作ってらっしゃるのってね。いやいや、単に農園主がねそれさえ食っていれば幸せだという
はっていうね。だったらケーキ屋さんでもなればいいんじゃないのと。ああ、ごもっともでございますね。よいしょ、はあ、ああちょっと取り切れない。さあそんなことでね、多分今日は撮影はこれぐらいね。今まで何本か上げて、私だってどんどん上げてね、皆さん見ていただけるんでありがたいんで上げていきたいんですけどね、残念ですが多分カメラはもうそろそろ止まると思います。よいしょ、でも私例えばね、なんかチャンネル登録いくらになったら専業で食っていけるか知りませんけどね、そういう風になったら私にとってじゃあ畑って何なのってことになるでしょ。100万人登録いってドッと収入が入ってきて、広告収入がね、まあそれでもじゃあもちろん俺はねお客様待ってるのでやりますけど、モチベーションはやっぱ多少下がりますよね。だったら私にとって畑って何だろうって、もちろんお金じゃないですよ、お金じゃないけど、だからそうなってくると本当にあのね、農業 YouTuber 専業の方ってどういうあのなんていうのかな、あれで畑をやっていくのかって結構ね、だからどん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 それでもってこう設備投資にお金を回すとかだったらねいいと思うんですけど、だから難しいですよね。だからその辺一回ね塚原さんにお聞きしたいなと思っててね。だってもうやる必要ないのにないだろうけどね、収入的にはね。だけどそれでもおやりになってるってやっぱり偉いよね。うん、真摯に畑に向かってるっていうところはやっぱりさすがですよね。素晴らしいと思います。百姓農園さんの動画で僕は救われましたとね、塚原さんにお会いした時にねそういうお言葉を頂戴いたしました。そっかって、だったらやっぱりやってよかったなというふうにねその時思いましたね。そしてああいうふうにね大成功されてね、なおさらよかったですね。はい、もしかしたらね私のこのこういったあれですけど片手間でやってるこの動画がね皆さんの何かの参考になったり、あるいは心にね深く刺さったりね、したことがもしあるとすればね良かったかなというふうに思いますね。私の場合は別にそれはね狙ってやってるわけでも何でもやったらこう普通に垂れ流してるだけなのでね、たまに過度なね、お褒めの言葉、ありがたいお言葉を頂戴することありますけれどもね、それほどの価値はないです私の動画にはね。でもねそう思っていただけるだけで私はもう十分でございますね。たとえチャンネル登録が1万人で終わろうとも、正直ねこうチャンネル登録を増やすことを自分の人生の一つの、 残りの人生でそれを柱にするなんてちょっとそれは人生に対しては申し訳ないよね、うん、はい、体が動かんないやっぱり、あーしんどい、よいしょ、はい、ということでこれは取れてるんでしょうか。あ、取れてるね、取れてますね、ありがとうございます。皆さんいつも見ていただいてね、今日はもしかしたらこのここで終わりかもしれませんけどね、はい、いつもねこうやって農作業しながらねだらだらとこうやって動画を出しております。もしかしたらねだからスマホはまだ生きてますので講義形式のねこの間1本撮りましたけど、あんな形でねもしよかったらね、例えばもしリクエストあればね10分20分のそういう講義形式だったらいくらでも何でもテーマがあれば話しますので、それについてこうとかね、きちんと、まあ、2つ3つテーマねあればそれについての私の見解ということで、別に正解でも何でもなくそういうテーマでしたらこういうことっていうこういう視点でっていうのは私は話せるものがもしあるとすればね、あれなので、もしリクエストでもあればね、はい、やりましょうか。なぜモンブランと、なぜモナカ
ね、そしてたまにショートケーキ、この3社のモンブランとモナカ、これを行き来し、なおかつたまにショートケーキがなぜそれが必要になってくるのかということについて20分熱く語ると、ね、もしかしたらね、そういうスイーツ業界からね、大変ありがたい案件が来るかもしれない、ね、どなたか存じ上げませんけれども、なんか痛くモンブランとモナカに対してのね、熱い思いを買っていただきありがとうございますみたいなね、しょうもないこと言うてますな。だからこれは疲れてるからなんですよ、疲れてるからなんですよ、はい、ということで、大変失礼いたしました。よいしょ、頑張って今日は出荷しますよ、はい、ということで以上でした。それではまた、